はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、前回の続きをやっていきます。で、今回は一旦エクスデス城に乗り込んで、でエクスデスを倒すんじゃなくて、ちょっとギルガメを倒す準備をして、でギルガメ戦をやっていきたいと思います。ここ降りられるっけ？降りらんねえし、ここか。まあ、とりあえずエクスデス城には入ります。でエクスデスは上の勝手にこいつらあ、エクスデスが現れたのか。え、どうしたの？乗り込んだの？現れたの？どっち？勝手に進軍して勝手に死んだのかと思ったら、そういう感じではないか。宝箱あるな、回収しよう。でリフレクドメイジから、リフレクトリングをねパクりたいんですよ。ちょっと待ってね、先にどうしよう、それチョコ。リフレクドメージは残しておきたいから、あれ装備すればよかったな、盗賊の固定弱で盗むで、リフレクトメージ盗み損なった。あれ、ちょっと待って、右手何装備してる？例によって。でコメットでしょ、コメットはまあ単体火力はやっぱ強いよね。ってことは別にエクスデス城上まで、いやでもカーバンクルも欲しいんだよね、ここにある。盗み損なった、ちょっと待って、これ戦闘終わったらあれつけよう、盗賊の小手つけよう。で右手がやっぱブラッドソードになってるから、バッツがちょっと装備を終わったら変えよう。ここで変えるのもめんどくさいしね、あとどうせこいつだけだし。マジか。で時空で一回ヘイストでいいや、もうめんどくさいから、クルルにヘイストかけて、あとは盗むをひたすら回す。なんだマジで盗めん、ようやく盗めた。であとは金だ、これが報酬だ、くれてやる。これでリフレクトリングをちょっと4つ揃えます。2つ目、ようやく見つめば全然盗めねえんだけど、しかも上のやつ殺すか、マジクパが足りないになってるし、もはや盗めなさすぎて。よし、オッケー、アウトは始末するだけだ。銭投げでもよかったかな、まあいいや、殴って全然倒せるから。ギャー、これ返されんの？そういうシステム、完全に魔法扱いなんだな。学んだ、リフレクトリングから学びを得た。でこれでリフレクトリングを4つ揃えたんで、ちょっとこれでゼニガメ対策したいと思います。それではギルガメの扉の前ですね、一応準備としてはナイト、バッツで、あと全員クロマドシ、氷が弱点なんでブリザガで攻めます。でバッツ以外は全員瀕死にして、バッツはひたすら守るで、かばいながらダメージをゼロに抑えると。基本的にギルガメは攻撃しかして、攻撃っていうか、なんていうの、物理攻撃しかしてこないんで、ナイトの守るでそれをダメージをゼロに防ぐことができます。でさらにちょっと言うと、状態異常を引き起こしてくるんで、それをボーンメイル、さまざまな状態異常を防ぐっていうやつと、源氏の固定、カエル麻痺を防ぐ固定を装備して状態異常を無効化します。ボーンメイルだけだったら確か麻痺が防げなかった気がするんで、源氏の固定も必要ですね。であと3人にリフレクトリング装備させて、バッツにリフレクをかけたら、いわゆる FF4 でいうデルタアタックをブリザガでかけていきます。で白魔法だよね、リフレクは。そうだよね、大丈夫、 OK。 じゃあこれでいきましょう。ちょ、待って、普通の敵が出てきたんだけどもうちょっと奥でセーブしてよかった、全員後ろに下げてるからな。 あとそう、リフレクじゃなくてレビテトで飛んでるのは最後になんかクエイクだか地震だか忘れちゃったけどやってくるんで、それ対策です。
これで守ってくれっから全員倒した。ちょっと罰が減ってんな。あれこれ今さハイポーション使って大丈夫だよね。あ大丈夫だ。戦闘中はあのアンデッド扱いになるんでハイポーション使うと死ぬから、まあ、死ぬっていうかダメージ食らうから。では行きましょう。ちょっと待って待って、ここで一回中断かけよう。で20ギル40、80、160、320で出てきました。だまずバッツの守るを最速で発動させないといけないんで、これでしょ。でもゼロで白魔法でリフレク貼ります。で黒魔法でブリザが味方全員にやります。黒魔法でブリザが味方全員にやります。で氷のロットがね1本しかないからちょっとそれファリスに装備させてる。で5900か。4連続ブリザーか。であとだからバックのリフレクが切れないようにしなきゃいけないんだよね。3800だいぶ違うな。で守るの一瞬の隙を突かれないように速攻で守って、で黒魔法ブリザーがでリフレクはまだかかってるよね。ゼニナギクさんだったんだ。やってみよう。でじゃあ気になるライブラー一回かけてみよう。ギル画面にちょっと情報を確認しましょう。これが割とスタンダードだと思う。ゼニナギゼロだし、レベルは57、人々3万2000か。結構あるね。で守りの氷のロット3本揃えてると多分だいぶ違ったよね。ちょっとまだ大丈夫だよね。リフレクはマジでチェックがない。でレナもようやくブリザガに参戦できる。無駄無駄無駄。あとマジックパワーだけちょっと気をつけなきゃいけないっていうところかな。だからでレナプリザがちょっと次そろそろリフレクの効果を見とかないと危険だから。3900か。やっぱだいぶダメージ変わるね。氷のロットを装備してるだけで。クロマ同士とトキマ同士だったら多分トキマ同士の方が低いと思うんだよね、魔力的に。まあ多分ちょっとだとは思うけど、ちょっと一回見よう。ブリザが、あまだ大丈夫だ。ちょっと撃つ時に見よう。待ってこれ一瞬でいける。そろそろ死んでほしいんだけど。あ来た来た来た。で最後地震使ってくるんで、まあこの対策のためにデビテトをかけてます。ギルは5000、 AP3 大して持ってないなという感じでした。まあと戦うのめんどくさいんでまた中断セーブをやって金を稼ぎます。4万、これもう一回いける？それはないかさすがに。はい、というわけでギルガメも倒したので、まあこの世界で思い残すことはない。カトブレパス取ってないけどもういらないそんなの。じゃあ次回はエクスデス城、乗り込んでいきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。